ヤスミン50の質問出た見たい何ですかさあ、50個質問をするので。いやー、楽しみだなー。それに答えてください。いや、ほんとねー、はい。もう、頼むよ。これの50個の質問のうちに、はい、ね、途中で R1 の結果とか、言わないでよ、俺の。僕だけだから、それ。出てないし、ヤスさん。よろしくお願いします。真剣に答えます。出ろよ、R1。出ろよ。出ろよ。そういうもんじゃねえだろ。出ろよ。そういうもんじゃねえだろ。本当に。僕、漫才に集中したいんで、僕は。出ろよ。はい。よろしくお願いします。こうやってるうちに結果発表したいじゃん、安さんのも。ああ、そういうことですね。はい、行きましょう。はい、お願いします。なかなかね、はい。あの、答えるやっぱ遅かった。もう、パンパン、もっとね、50の人もパンパン答えるだろ。あ、そうなんだ。はい、お願いします。名前は何ですか？本名？いいって。芸名？面白くしなくていいんじゃないのこれ。本名か芸名か聞いてねえか。どっちでもいいっすよ。僕中野流れてって言ったし。じゃあ本名か。本名じゃないよ。海名？海名じゃないじゃん。お前海名は中野流れてる。海名ひらがな入ってないって。お願いします。はい、名前は？ヤスです。年齢？29歳です。誕生日は？5月27日。星座は？双子座です。趣味は？サッカー。特技は？けん玉。性格は？おおらか。お、早く行けよ、お前。性格でしか聞かないですよ、おおらかって、さすがに。お前がちょっとテンポ悪いわ、もう。パンパン行きたいのに。ああ、はい。とかいらねえから。じゃねえんだよ。R1 落ちたなぁ、じゃねえんだよ。いや、それ続けてみてないとわかんないから。はい。性格。オーラか。ニックネーム。ヤス。好きな歌手。ドルチェ&ガッバーナ。で、おなじみ。で、おなじみ。エイト。ああ。エイトね。パッて答えたよ。好きな曲。ドルチェ&ガッバーナでおなじみ。香水。はい。好きな芸能人。エイト。好きな植物。花。ずるいじゃん。いやいや、こんぐらいのスピードで。僕真面目に答えたのにさ、一生懸命考えて。俺も真面目に答えてるな。真面目に答えたら好きな植物って花って言わないじゃん。花全般好きやじゃん。すいません、真面目にスピード感で答える。はい。お願いします。ちょっと前からいきますね。はい。好きな芸能人。小坂和樹さん。好きな植物。フラワーアレンジメント出てこない。チューリップ、うん、あ、ハイビスカ、あ、違う、スコーピオン、違う、スイートピー、スコーピオン、スイートピー、サソリっすよ、スコーピオン。はい。好きな YouTuber。 ハスシン。好きな動画。動画、最近、動画かちょっと待って、動画か。パパが帰ってくるやつ、家に遠出してたままだ。外国の子供とか。外国の子供とかのやつ。やすさんはさ、さっき僕に出したんだからさ、大体、はい。いや、準備なんてできてない。そんなんできてない。好きな食べ物。親子丼。嫌いな食べ物。パクチー。好きな飲み物。お湯。好きなドラマ。ヴィンセント。ヴィンセント？ヴィンセント。ヴィンセント。なんかね、うん、なんか弁護士の。へぇ。ネットリックスで見れます。好きなお笑い芸人。ナイチンゲルダンス。好きなテレビ番組。月曜日のやこだし。あ、僕あったっけこれ。あ、R1 グランプリか。どうしたお前まだ R1 グランプリの芸人に取り付かれてる。いや、もう答えたっけって思っちゃって。R1 グランプリが見えた。答えたっけって思っちゃって。あ、そうそうそう。あ、僕その、極限状態の時に答えたから。あかんって。邪魔しないよ。俺の今50個の質問だから。あ、ごめんなさい。あ、僕答えた方がいらないのよ。さっきもそうだったけど、テンポ悪いから俺パンパン答えたい。好きなテレビ番組。じゃあ月曜日の夜更かし。好きな映画。なんだっけな。一番好きなやつあったんですよ。うん。あー、待って、出てこない。マジで出てこない。あ、アイデンティティ。ボーンアイデンティティシリーズ。はい。好きなゲーム。
FPS 全般、Apex Legends。うん。はい。好きな色。赤。好きなスポーツ。サッカー。好きな動物。猫。好きな本。夢水清志郎物語シリーズってのがあるんで、青い鳥文庫で。好きな漫画。いや、結局、うわーくぅいや、ちょっと待ってな。いや、さっきね、僕がね、こうなってた時、お前だから腹落ちんだよって言ってました、あんた。あー、なんだ、漫画ですよね。くぅー。でも一番熱中して、いや、ギャグ漫画よりめっちゃ多いから。うん。はい。得意な教科、好きな教科。得意は国語。好きな教科、あ、そうですね、国語です。苦手、嫌いな教科。算数。好きな季節。え、なんで笑ってんの？いや、僕数学って答えたけど。テンポ悪いってお前。僕数学って答えたけど、やつは算数だと思ってます。数学に名前変わる頃にはもう見てなかったから、教科書のことなんて。数学のね。算数の記憶しかないです。あ、そうかそうか。はい。好きな季節。夏。好きな時間。14時。好きな場所。神保町漫才劇場。好きな曜日。火曜。好きな天気。晴れ。好きな乗り物。車。好きなアプリ。アークナイツ。好きな言葉。開口一番。今一番行きたいところ。温泉。今一番欲しいもの。ソファ。今までやってきた習い事。サッカー。今までで一番楽しかった時期。今。中。今までで一番、今までで一番。ガカじゃねえよ、お前、おい。さすがにいいじゃん。何笑ってんだよ、お前。今のは、ちょっと笑ってあげないと、さすがにかわいそすぎる。中途半端。いや、そんないらないって、テンポよく俺答えたいのよ。あ、じゃあちょっと前からいきますね。頼むわ。今までやってきた習い事。サッカー。今までで一番楽しかった時期。今。チュ、ゲッツ、出た、見て。今までで一番辛かった時期。あ、受験シーズンマジ辛かった。中、あ、高校受験。ああ、そうか。大学受験、嫌だった。俺、未だに夢出るもん。へぇ、うん、尊敬する人。あ、横山やすしきよしさん。うん。はい。起きる時間。9時ぐらい。寝る時間。1時ぐらい。休日の過ごし方。だいたい寝てますね。将来の夢。M1 グランプリ、優勝。ふぅ、ゲッツ、見て、出た。最近のマイブーム。何ヘラヘラしてるんですか。いや、最近のマイブームなんだろうなって。ああ、そういう。最近のマイブームは、そうっすね。いっぱい水を飲むこと。今年中にやりたいこと。ジムにね、通い出したいですね。ああ。入会はしてるんですか？入会はしてます。お金で払ってます。もう1年半ぐらい。じゃあ最後に一言。今年の M1 グランプリ、頑張ります。以上です。ありがとうございます。お疲れ様です。このテンポでいいのよ。ね、中あるって。うん。頼むわ。同じ感じだったよ。要所要所。8分54秒、うん、どこだろう。お前エピソードトークとかした？してないです。こんな長かった？いや、まあそのあーとかもあったんで、先生僕と同じで。以上が僕たちの50の質問です。はい、知ってくれたですかね。